水族館さんのコラボパフォーマンスということで、今日はお邪魔させていただいております。後ほど登場しまして、我々の演奏と一緒にイルカさん、アシカさんのパフォーマンスを楽しんでいただきますので、何卒よろしくお願いいたします。ということでですね、後ほど私たちライブで演奏するんですけれども、その時にですね、皆さんにもぜひ盛り上がっていただきたいということで、一緒にちょっと簡単な振り付けをやってもらえたらなと思ってるんですよ。簡単なので、ちょっと今から練習したいと思います。皆さんよろしいでしょうか。はい、ではまず皆さんですね、両手をパーにして上に高々と上げてください。あー、いい方、ありがとうございます。そこを振りそう、上に上げましょう。パーです。はい、肩が上がらない方は無理しないでくださいね。はい、よろしくお願いします。そのまま左右に引き出していきます。まずはこっち、左か左に引き出します。次は反対側、右へ。そう、それをもう繰り返します。はいはいはい、あ、すごいいいですよ、すごい。皆さんいいですよ、海の底の別れのようです。皆さんとっても気になりたら、そんな感じで、あのサビが来ましたらみんなで一緒に踊りますので、その踊りをぜひ覚えていただければと思います。それでは間もなく始めますので、もうしばらくはお待ちください。よろしくお願いします。日本人でした。今でも思い出すよ、微笑る目を。
ていた頃、帰り道二人になって雨宿りしてても、ただなんとなくそわそわとしていた僕、濡れたまんまの髪を越えてる大人になって、Wow.
よかったら見てください。